こんにちは、デリッシュキッチンです。マルコメの提供でお送りします。えのき3分の1パックは根元を切り落とし2等分にしてほぐしておきます。人参2分の1本はスライサーで薄切りにし、耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをして600ワットのレンジで1分加熱し、粗熱を取ります。豚バラ10枚は半分に切りましょう。少し重なるように5枚並べ、間隔を空けながら人参を3枚ずつ並べます。手前から巻いていき、同様に4個作りましょう。食べやすい大きさに切り、外側の豚肉を広げて花の形にします。鍋にフリルレタス6枚を敷き、人参とえのきの根元部分、豚肉を並べます。ちぎったレタスを挟み、えのきの上部を並べましょう。マルコメの米麹から作った麹甘酒 300ml を計量カップに入れ、お鍋に注ぎ入れます。肉に火が入るまで中火で熱しましょう。プラス麹、米麹から作った麹甘酒で作る母の日レシピ、お母さんに感謝を込めて美容にいい麹甘酒のブーケ鍋を送りましょう。お好みでポン酢をかけて完成です。汁まで飲み干して美容健康にも。以上、デリッシュキッチンでした。